トーリアン・ウォーラーイコール・プリンスは、アメリカ合衆国、テキサス州サンマルコス出身のプロバスケットボール選手。NBA のミネソタティンバーウルブズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード、または、パワー・フォワード。ベーラー大学では4シーズン在籍し、2年時には、ビッグ12カンファレンス・シックス・スマンショー。4年時には、先発として、オールビッグ12カンファレンス・ファーストチームに選ばれる。 活躍を見せ、2016年の NBA ドラフトで、ユタジャズに一巡目12位指名された後、インディアナペイサーズとアトランタホークスが絡んだ。三角トレードでホークスへと移り、7月15日にルーキー契約を結んだ。1年目の2016から17シーズン、2017年4月7日のボストンセルティックス戦で自己最多の20得点を記録した。プレーオフでは、 全試合に先発として出場し、4試合連続で10得点以上を記録するなど、新人ながら存在感を示した。2017から18シーズン、2018年3月11日に行われたシカゴブルズ戦で自己最多となる38得点を記録、試合はブルズに129から122で敗れた。3月17日に行われた、 ミルフォーキーバックス戦で38得点を記録、試合はバックスに122から117で敗れた。4月8日に行われたボストンセルティックス戦で33得点を記録、試合はホークスが112から106で勝利した。2019から20シーズン開幕前の2019年7月6日、ドラフト指名権などを含めたアレンクラブとのトレードでブルックリンネッツへと移籍した。 2019年10月、ネッツと2年2900万ドルで契約を延長した。2020から21シーズン、2021年1月14日、ネッツとクリーブランドキャバリアーズ、ヒューストンロケッツ、インディアナペーサーズの4チームで、ジェームズ・ハーデンが絡む大型トレードで、ジャレット・アレンと共に、キャバリアーズに移籍することが発表された。2021年4月、 左足首を手術した影響でシーズン最後の14試合を欠場した。2021年8月3日にリッキー・ルビオとのトレードでドラフト指名権と共にミネソタティンバー・バウルブズへ移籍した。ありがとうございます。